ジョニー・ラッセルは、スコットランド・グラスゴー出身のプロサッカー選手。サッカースコットランド代表、スポルティング・カンザスシティ所属。ポジションは、FW、ダンディ・ユナイテッド FC の下部組織出身。2007年5月のフォルカーク FC 戦で、途中出場し、トップチームデビュー。その後、会チームに、レンタル移籍し、経験を積んだ。 2011から12シーズンは飛躍の年となり、リーグ戦37試合に出場して9ゴールを挙げた。この活躍から2011から12シーズンのスコティッシュ、プレミアリーグ年間ベストイレブンに選出された。翌シーズンも好調を維持し、2013年1月のキルマーノック FC 戦で、リーグ戦では自身初となるハットトリックを達成した。二0十三年六月、 ダービーカウンティ FC に移籍。移籍金は75万ポンドで契約は4年。U-19 年代からスコットランド代表に選出されている2012年5月、A 代表初招集。アメリカ合衆国代表との親善試合に臨むメンバーに選ばれたが、試合に出場することはなかった。初招集から2年以上経過した2014年11月。 イングランドとの親善試合に出場し、念願の初キャップ。ハーフタイムから途中出場すると、早速アンドリュー・ロバートソンのゴールをアシストし3から、1の勝利に貢献した。ありがとうございます。